2020年自由民主党総裁選挙は2020年9月14日に実施された自由民主党総裁選挙。2020年8月28日に現職の内閣総理大臣自由民主党総裁である安倍晋三が自身の持病である海洋性大腸炎の再発を理由として辞任の意向を表明したことに伴う総裁選挙である。なお、 今回の総裁選挙は、任期途中の辞任に伴うものであるため、新総裁の任期は、安倍の残任期間である2021年9月末までとなる。2020年9月1日、自民党の総務会が開催され、今回の選挙は、党員投票は行わず、国会議員票394票と、都道府県代表票141票の、計535票で行うことを決定した。 任期途中での総裁の辞任によりこの簡易型の形式で総裁選が行われるのは2008年の総裁選以来12年ぶり。党執行部は各都道府県連に対して代表の投票先を決める際には予備選挙などを行うなど、党員の意見集約に努めるよう要請し、必要な財政支援も行う。その結果、44の都道府県連が党員らが投票する。 予備選挙を実施する方針としている。北海道連は全党員の投票が時間的に困難として移行調査の実施を模索している。新潟県連は党員アンケートの実施を予定している。菅義偉の出身地である秋田県連は秋田県初の総理、総裁誕生を期待して予備選を行わず3秒すべてを官に投じる方針である。また、 新型コロナウイルス感染防止のため、該当演説は今回行われず、両院議員総会も自民党本部のホールではなく、党大会の行われるグランドプリンスホテル新高輪で実施された。党開票の結果、菅が岸田文雄、石破茂の2候補を破り、自民党総裁に就任した。 両院議員総会が行われたグランドプリンスホテル新高菜は、届けで順や安倍政権下でのポスト安倍への期待を問う世論調査では安倍晋三首相への批判を繰り返す石橋茂元幹事長がトップを走っておりこれを警戒する安倍や安倍の盟友の麻生太郎副総理県財務大臣は早くから岸田文雄政務調査会長への前情を模索していたことから 安倍が G を表明した8月28日時点では、この西を軸に総裁選が争われる見通しであると報じられた。しかし、岸田は4月には、新型コロナウイルス対応の経済対策として、安倍と共に、減収世帯への30万円給付を主導したが、2回、都市広幹事長や公明党幹部らの反発を招いて、国民一律10万円給付へと、 方針転換を余儀なくされるなどしたため、指導力を疑問視する声が党内で徐々に強まっており、麻生も岸田は危機の時の総理じゃないと周囲に漏らすようになっていた。一方、過去に岸田と幹事長ポストを争ったこともある2回は6月以降、菅義偉内閣官房長官に対し、安倍さんの次はあんたしかない。総裁選に出たら応援すると立候補を促していた。 8月29日、菅が森山博国会対策委員長に2階との会談を依頼し、菅、2階森山と2階側近の林紀夫幹事長代理の4人で極秘に会談を行った。この中で2階は菅に立候補の意欲を確認し、激励した。30日午前には2階派が菅支援の方針を固め、菅が立候補するとの情報がしばたたく間に広がり、 無派閥や竹下派でも、官支援の動きが加速した。岸田は、同日、安倍の出身派閥である細田派会長の細田博之、元幹事長や麻生と、相次いで会談して、支援を要請。31日には、首相官邸で安倍と会い、支援を求めた。しかし、安倍は不本意な退陣で当初描いていた岸田への、前情が叶わなくなると、この時点で複数の関係者に、 韓が望ましいと本音を漏らしており、岸田に対しては個別の名前を挙げるのは控えていると述べ、岸田への後継指名を事実上行わなかった。麻生は消費税の軽減税率導入などをめぐり、韓と反目していたことや、岸田派と同じ高知会計であることから、岸田の支援を模索していたが、岸田が麻生と因縁のある小こ誠元幹事長を会合に招いたことや、安倍が、 後継指名しなかったことを踏まえ、31日に、菅支事に切り替えた。細田派も、同日、菅を支持し、9月1日には石原派も、菅支事を正式決定。この時点で、菅がリードする、一強二弱の構図が確定した。党内最大派閥の細田派では、下村博文選挙対策委員長や稲田、ともみ幹事長代行らが出馬を模索したものの、 派閥全体の支持を得るには至らず、派閥の対応は、会長の細田博之に一任された。その結果8月31日に、菅義偉を支持する方針が決定され、9月2日には、麻生派、竹下派との共同会見を行い菅義偉支持の方針を明確に示した。一方で派閥の第4代6代会長を務めた森義郎は9月7日に、 岸田陣営の選挙対策本部長を務める遠藤、俊明が開いた会合に出席し、安倍さんの本心は岸田さんだ。などと発言し、岸田を持ち上げた。党内、第二派閥の麻生派では、河野太郎防衛大臣が立候補を模索していたが、8月31日に派閥として菅義偉を支持する方針が決定され断念した。 その後麻生が中心となって9月2日に細田派、竹下派と合同会見を行い菅義偉への指示を明確に打ち出した。竹下派では若手を中心に、茂木敏光清水が M 大臣を候補に立てようとする動きがあったが、菅支持に動いていた。参議院側の反対で茂木は出馬を断念した。これらの動きにより、打派閥にやや遅れた9月2日に、 菅義偉支持の方針が決定され、会長の竹下渡は、同日の細田派、麻生派との会見に出席した。一方で、広島県が地盤の新谷正義、平口洋は、岸田陣営の選挙対策本部に加わったほか、船田元は総裁選翌日に、岸田に投票したことを明らかにした。総裁選以前から菅義偉との関係が、 良好だった二階派は8月30日には、菅義偉を支持する方針を打ち出した。一方で9月2日の細田派、麻生派、竹下派の合同会見には参加できず、二階派の会長代行を務める河村竹夫、元官房長官は、すでに主導権争いをしているのではないかと、余計な憶測を呼ぶのは、望ましくないと不快感を示した。岸田派の会長、 岸田文雄は8月30日に出演したテレビ番組で出馬の意向を示し9月1日に派閥の臨時総会で正式に立候補を表明した一方で8月31日には派閥副会長を務める竹本直一 IT 政策担当大臣が初当選同期議員らとともに菅義偉に対社出馬要請を行っていた石破派の会長 石橋茂は9月1日に派閥の臨時総会で正式に立候補を表明した。6日には同派に所属する平正明が中心となり、任天堂の人気ゲーム、集まれ動物の森を党員との交流に活用する計画を発表したものの、任天堂の規約に反する可能性があるとの指摘を受け、8日に方針の断念を表明した。 石原派は8月31日に菅義偉氏持の方針を決定し、9月2日に派閥事務総長の坂本哲氏が菅義偉の事務所を訪れ、立候補の要請を行った。この中で、派閥最高顧問の山崎拓は石橋氏持の動きを見せ立ていたが、菅義偉や二階敏弘と太いパイプを持つ森山、広史国会対策委員長が派閥を菅氏持で取りまとめたとされる。 谷垣グループは9月1日に自主投票の方針を決定し、所属議員の支持は分裂した。代表制は人の一人、中谷元元防衛大臣は石破陣営に加わり推薦人に名を連ねた一方、もう一人の代表制は人遠藤俊明元五輪大臣は岸田陣営の選挙対策本部長に就任した。岸田陣営には谷垣の後継者である。 本田太郎はじめ加藤あゆ子、小里康弘らが参加した。また若手や他派閥との掛け持ちをする議員を中心に、官指示の動きもあった。入院治療中の山本光一元環境大臣は、今回の総裁選で唯一の危険者となった。危険一、山本光一七派閥のうち後派閥の指示を受けた官が535票中、7割に当たる377票を獲得し、 圧勝した。各都道府県連に3票割り振る、現行制度を導入した2001年以降、当選者が議員票と地方票の合計で7割を獲得するのは初めて。都道府県連票でも勘がトップの89票で、過去に挑戦した総裁選では地方票で強さを見せた石場は42票と伸び悩んだ。岸田は国会議員票で前戦し、 石場との2位争いを制した。岸田の前線には、安倍政権批判の急先鋒だった石場の次への目をつむため、細田派や麻生派から20票程度が流れてきたと推測されている。ありがとうございます。